ネーデルラント継承戦争は1667年から1668年にかけて行われたフランス王国とスペイン王国の間の戦争。フランス王類十四世がスペイン領ネーデルラントの継承権を主張して起こしたフランドル戦争、貴族戦争ともいう。現在のベルギー・ルクセンブルクにあたる南ネーデルラントは当時スペイン領であったが1665年に スペインをフェリペ4世の死後、ルイ14世は王妃マリー・テレーズがフェリペ4世の王女だったことから継承権を主張し、1667年5月に南ネーデルラントに侵攻した。主張の根拠は、1659年にフランスとスペインの講和条約であるピレネー条約締結で、マリー・テレーズとルイ14世の結婚とスペインの持参金支払いを取り決め、 マリー・テレーズが、スペインを多い継承権を放棄したが、持参金が支払われていないため、ルイ14世は、マリー・テレーズの放棄は無効と宣言。ネーデルラントの法律でフェリペ4世と戦災の子である、マリー・テレーズが、5歳の子カルロス2世より、継承順位が高いとする長文を見つけ相続を主張。スペインが取り合わなかったため戦争に踏み切った。ネーデルラントは、デュレンヌが、期待 フランドルとドイツライン側方面にも軍勢を派遣してユミエール港、フランソは独歴、バンダがネーデルラント諸都市を陥落させた。翌1668年2月にはコンデ公ルイ二世が闘進してスペイン領だったフランシュコンテも占領した。この侵攻に脅威を感じたオランダが1667年7月にイングランドとの戦争を終わらせ、指導者、 ヨハンデ・ウィットがイングランド公使、ウィリアム・テンプルと協力して1668年1月にスウェーデンとも三国同盟を結び、フランスと対峙した。フランスはフランドルを部分的に領有したものの、南ネーデルラントを確保できず、5月、アーヘンの和訳によって講和した。フランスは、シャルルロワ、バンシュ、あと、コルトレーク、ベルグ、フィルヌ、ドゥエー、トゥルネー、 アウデナールで、リールなどネーデルラントの都市を獲得したが、フランシュコンテは返還、北にわずかな領土しか得られなかった。ルイ14世の対外戦争の端緒はこのように挫折したが、これは太陽をルイ14世の華々しい派遣主義の始まりであった。しかし、ルイ14世はオランダの妨害を根に持つようになり、オランダを孤立させるための外交を展開。 イングランド王チャールズ2世と秘密条約を結び、スウェーデンとも、普通同盟を締結、新生ローマ帝国諸侯とも、同盟、中立条約を結んで1672年に、普通乱戦争を開始した。ありがとうございます。